野球の素晴らしさ、少しだけ、伝えることができたかなというのと、今見てくれている子どもたちが、また聞いて面白いなというふうに、思ってほしいという思いで伺ってきましたけれども、そういったものをもし感じていただけるならば、本当に良かったなというふうに思います。日本の球界の宝をとにかく少しでもいい経験をしてもらって前に進んでもらいながら戦っていく、それも書かなければいけないという、まあ、そういうところで、いろいろ考えたつもりですけれども、中国戦でもチェコ戦でも本当に相手の選手たちの一生懸命な姿であったり、一試合一試合は生涯忘れられない試合かなというふうに思います。僕も思いっきりやることができたので、皆さんに本当にお礼を言いたいと思います。ありがとうございました。